今回はデスノートの世界でトップの頭脳を持つ名探偵 L について解説していきます。 L は本作第2の主人公と呼べるほどの大活躍をした作中屈指の人気キャラクターです。まずは彼の概要から見ていきましょう。 L は生まれも育ちも顔も本名も何もかも分かりませんが、どんな難事件も解決してしまう名探偵です。彼は8歳前後で第3次世界大戦を防いだり、ヨーロッパのバイオテロを阻止したり、投資で資産を2万倍にしたり、常人離れの頭脳を有しています。超天才主人公の矢がミライトと共に東大の入試で軽々と満点を取るほか、数カ国語を操ることが可能です。まさに世界トップの首脳というべき存在で、警察や FBI を動かすことで陰から平和を守り続けていました。その正体はダルダルの T シャツにボサボサ頭で、目の下には大きなクマに猫背。そんな青年であまりにもイメージからかけ離れていることから、最初は本当にエルなのか怪しまれるほどでした。同格の名探偵として人探しの天才エラルド・コイル、ドヌーブが存在し、3人合わせて世界三大探偵と呼ばれているのですが、その正体は全てエル一人です。これは探偵を使って自分の調査をしようとするものをあぶり出し、自分の正体を隠すための作戦です。作中でもコイルにエルの正体を暴く依頼が入りましたが、調査をするふりをしてデタラメな情報を渡した上で大量の調査費用をむしり取るなどうまくあしらっています。こんな感じで自分の情報を隠し続けていたので、作中では最後まで本名が分かりませんでした。ですがデスノートのキャラクターブックである13巻でついに本名が明らかになり、エルローライトという名前であることが判明しました。まさかのエルが本名だったということは驚きですし、名前の中にライトの文字が含まれているのも意外ですね。とんでもない甘党で甘いものをバリバリ食べるような不摂生ですが、頭を使えば太らないらしく、体型は普通の範疇に収まっています。座り方が非常に特徴的で、この座り方をしないと推理力が 40% も低下するとのこと。服装は白シャツにジーンズで裸足のまま生活。靴下は嫌いなので履きません。こんな見た目ですが運動神経が抜群で、カポエラという格闘技を使える上、テニスの実力もプロレベルです。育ちについてはワイミーズハウスという優秀な孤児を集めているイギリスの施設で5年ほど過ごしていました。次はエルの性格について見ていきましょう。まずエルは常識が通じない変人です。天才は変人が多いとされていますが、エルもまさにそのうちの一人と言えるでしょう。東大で新入生代表の挨拶をする時ですら、白いシャツにジーンズで、容姿の持ち方も汚いものを触るかのような持ち方です。また幼稚で負けず嫌いな面もあります。これはエル自身も認めており、指を噛んだり貧乏ゆすりをするなどの行動面もそうですし、正義は必ず勝つといった子供じみた考えを持っていたり、興味を持った事件しか関わろうとしないわがままな人物です。一回は一回という謎の持論を持っており、どんな理由があろうとやられたらやり返さないと気が済まない性格です。これも幼稚な負けず嫌いであることを表していると言えるでしょう。他人への配慮がないのも大きな特徴の一つです。キラの疑惑がある人間やその者の身内に対してはっきりと疑っていると口にしたこともあります。配慮がないと言っても人の心を持ち合わせていないわけではありません。命がけで共にキラ操作をしてくれている数少ない仲間を思う気持ちも持ち合わせています。意外にも周りの人々を大切にしている描写も少なくありません。勝負強く度胸があるところも見逃せません。探偵としての能力が突出しているのは先に挙げた通りですが、それに甘えて守りに入るのではなく、必要であれば危険な行動もします。作中ではリスクを顧みずに大胆にもキラ疑惑のあるライトに堂々と接近しました。この時はキラの殺人には顔と名前が必要なことが分かっており、自分を殺そうとしている者の目の前に自ら顔を出すことなど普通はできないでしょう。そして目的のためなら手段を選ばず限度というものを知りません。キラの疑いがある者の部屋に監視カメラを一つの部屋だけで60個以上設置するほどです。それだけでなく、キラを捕まえるために犯罪者と組むこともためらいません。さらにはデスノートのルールの真偽を確かめるため、死刑囚を使って試そうとしたことすらあります。続いては関わりの深い人物についてです。デスノートの作中で最も関わりが深いのは主人公の矢がミライトでしょう。エルにとってキラ事件はこれまでにない史上最大の難事件。ライトにとっては生まれて初めてにして最大の強敵というべき存在で、お互いに宿敵であることを認め合っています。そんな二人ですが、超人的頭脳を持っていること以外にも何かと共通点が多く、テニスの腕前がプロ並みなことや幼稚で負けず嫌いなところが似通っています。エルとキラの関係ではありますが、キラ事件で出会わなければ良き友人関係を築けていたかもしれませんね。また付き人の渡りも関係が深く、エルが育ったワイミーズハウスの管理者なので5歳からの付き合いです。エルはほとんど敬語で話しますが、渡りには砕けた言葉を使っていることからも仲の良さが見て取れます。また渡りは作中の隠れた有能キャラであり、エルの難易度の高い要求も完璧にこなしています。先ほど言った監視カメラ60個も渡りが設置、スナイパーライフルを扱えるなど実はすごいおじいちゃんです。ここからはエルの作中の活躍について見ていきましょう。エルはキラ事件に興味を持ち調査を始めます。調査の結果、ライトがデスノートのテストで殺した立てこもり犯の音原田クローが最初の犠牲者と分かり、キラは日本にいると推測します。エルは影武者のリンドエル・テイラーを使いテレビでキラを挑発します。煽り体制のないライトはリンドエル・テイラーを殺害。この時点でエルはキラは直接手を下さずに殺せることを確認しました。この放送は全国放送と銘打ちましたが、実は関東でのみ放送されていて、エルはキラが関東にいることを突き止めます。リンドエル・テイラーの殺害は矢が未来と最大の失敗と言われており、この勝負はエルの大勝利と言えるでしょう。そしてキラとの本格的な戦いが始まります。ライトはわざと警察関係者にキラがいることをほのめかします。具体的には、警察内でキラの殺人は死亡推定時刻からして学生の可能性が高いという線が出た直後に殺人の時間を変えたのです。これは警察関係者しか知り得ない情報で、エルはキラが警察関係者でその内容を盗み見ていると考えました。エルはキラが紛れているかもしれない警察関係者を信用できなくなり、 FBI を使い極秘で警察とその家族を調べ始めます。ライトは自分を尾行していた捜査員レイペンバーを見つけ出し、彼を利用し FBI12 人全員の殺害に成功します。 FBI のキラ
捜査からの撤退、そして警察関係者を捜査していたことが明るみになります。これでエルは警察からの信頼と FBI の指揮権を失いました。顔も名前も公開しながら活動している警察はキラに裁かれるのを恐れ、捜査員たちは次々に辞表を提出します。これではエルは自分一人で捜査するしかありません。こうしてエルを孤立させ自分の足で動くように仕向け、殺しの機会を伺うというのがライトの策略。わざと警察関係者にキラがいることをほのめかした真の理由です。捜査員の大半が辞めたものの、キラ事件に立ち向かうとする者たちがおり、捜査にはエルが必要と考え協力を申し出た者たちがいました。エルもそのことを読んでおり、すぐ会えるようスタンバイしていました。そしてエルは生まれて初めて顔出しの捜査をすることになります。捜査をするうちに分かったのは、 FBI のレイ・ペンバーの死に不審な点があるということです。ペンバーの不審死で彼が調べていた矢上家の住民が疑われ、その中でもエルに何かを感じさせたライトが一番怪しいと睨みます。大胆にもキラの疑いが強いライトと同じ東大に入学し、私はエルですと名乗ります。ライトは完全に意表をつかれます。ライトとの接触後にエルが死のうものなら、間違いなくライトイコールキラということになるでしょう。そのためライトはエルにデスノートを使えなくなってしまいました。ライトは生まれて初めての屈辱を感じ、普段の冷静さを失い、かなり取り乱してしまいます。これにはリュークも驚きを隠せません。そして悪行高い放送局サクラテレビにキラを名乗る者が現れ、世間へのメッセージを放映させます。その内容は、警察幹部もしくはエルどちらかの命を差し出せというもの。これに対してエルは、顔を見れば殺せるといった内容のメッセージだと推察します。他多数からこれまでのキラではなく第二のキラの仕業と考えます。エルはピンチになりますが、本物のキラを名乗るメッセージをテレビに流し、エルや警察幹部の殺害を中止させることに成功します。この第二のキラの正体は、デスノートに人生を救われたアマネミサという女性。彼女はとにかくキラに会いたいという一心で動いていました。そのためだけに寿命半分と引き換えに、顔を見れば名前がわかる死神の目を受け取ったほどです。ただ会いたい気持ちが高ぶるあまり、世間に流れるテレビで死神の目について語ってしまうような失態を犯し、ライトは肝を冷やし、エルは腰を抜かしました。ミサはそこまで頭が良くない上に、ライトに会うため無茶な行動しすぎたので、ビデオを送った証拠などを残していて、すぐにエルに捕らえられてしまいます。そしてライトはある目的を持ち、自らの監禁を望み、エルはライトとミサともに監視下に置きます。これで事件解決かと思われましたが、ライトもミサもキラであることを忘れたとしか思えない状態になった上に、新しいキラが姿を現します。さすがのエルも何が何だかわからなくなるほどに混乱します。この真相についてですが、ライトとミサが記憶をなくしたのはデスノートを手放したからで、新キラが現れたのはライトが手放したノートを別の人間に渡すようミサの死神のレムに指示していたからです。新キラの登場により、エルはライトとミサを監視付きで釈放します。そしてエルとライトのタッグにより、新キラの捜査が始まります。エルとライトの最強タッグにより、新キラである樋口の確保に成功。そしてデスノートと死神の存在が明るみになり、エルはキラの殺人方法を知ります。しかしノートが2冊存在しているので、まだ事件は解決しておらず、ライトとミサは依然要注意と考えます。特にライトは記憶を失ったとしても自分に戻ってくるよう計画を立てている恐れがあり、エルはかなり警戒していました。エルの読みはまさにその通りで、ライトは樋口を確保した時に腕時計に仕込んだデスノートで樋口を殺害、デスノートの力を取り戻しています。樋口から押収したノートを調べると、一度ノートを使ったら13日以内に名前を書き込まないと使用者は死ぬというルールを確認します。これで13日以上監禁されていたライトとミサの疑いは晴れ、無事解放されたのですが、エルだけはルール自体を疑います。これも大当たりで、この13日ルールはライトが追加した偽ルール。そしてミサもデスノートの記憶を取り戻し、監視されているライトに代わり犯罪者裁きを再開します。ミサを解放した途端にキラが復活したので、当然ミサへ再び疑いがかけられます。しかし13日のルールの影響で、ミサを疑うことを日本警察とライトが許しません。そこでエルは死刑囚にデスノートを使う許可を各国に掛け合い、正式にノートを使用することで13日ルールを検証しようとしました。ライトが捏造した13日ルールを検証されれば、ライトとミサは容疑者に逆戻り、いずれキラと第二のキラであることが判明するのは必然と言えるでしょう。エルの勝利まであと半歩手前まで来ました。しかしエルの快進撃はここで終了します。13日のルールの検証を止めるため、ミサの味方である死神レムがエルの本名をデスノートに書き殺害します。こうしてエルの人生は幕を閉じました。死神は好意を持つ人間を助ける形でノートを使うと死ぬので、ミサの味方であるレムも同時に死亡します。ライトはレムのせいで足を引っ張るミサを殺せず邪魔だと考えていたので、ミサをエルに疑わせ、そのエルをレムが殺すように仕向けることで邪魔者の一掃に成功します。わざと監禁された時から全てはライトの計画通り、エルは勝利目前まで来るも敗北してしまい、死に際にアがミライトを疑ったことが間違っていなかったことを知りが、マと残して死亡しました。この最後のセリフは今も不明で、作者は読み手に任せたいそうなので、明確な正解はないようです。こうしてエルはキラに敗れてしまったのですが、デスノートと死神を相手にするという圧倒的不利な状況から、いち早く犯人に近づき、ノートや死神の存在を暴くまでに至っています。そしてその布石は後継者たちに受け継がれていくのです。ということで、今回はエルの活躍を振り返りながら解説していきました。また別のキャラクターの解説動画も投稿していく予定なので、チャンネル登録をして待っていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。